どうも、エルザです。それでは、デッドバイデイライトやっていきます。まずまた、キラーをね。結構ね、視界が悪いマップが多いからね。まあ、まず、見つけきれるかどうかかな。で、今回仮の興奮なしで、霊障の血はトラップ扱いかな。え？マジで？あら？違う。ってことはぐるーって回ったか。逃げたねー。あら、意外と、どういう感じ。さあ、スティーブ。やっぱ見づらいな、ここ。どうする、スティーブ。降りたね。おお、出は。当たったけど、まあ無駄遣いはできたね。よしよしよし。やっぱ板の無駄遣いはいいね。さて、今回地下は、ああ、そっちか。これギリギリ。多分反対側だよね。反対側だね。ちょっと手前にするか。場所的に悪くないし。ほい。さんはすでに1台直ってる。どこ直し行くかな。中央ちょこちょこ触ってるからね。おお、助けたね。ちょっと早いんじゃないのかな、直すにしては。届かない、ギリか。おーおーおーおお、まあ倒すよね。で、多分ぐるって回って、いやーし、恐怖症あるならね、全然もう追っかけ回すのありなんだけど。はい、どう思う。おお、どうするどうする。結構ぐるぐる回るからね、近づいたら。上直してる。地下はまだ行けないか。同じところに釣ってしまって。ちょっと近くを蹴るかな。こちょこ触ってるね。お、失敗したね。触ってない。意外と触んなかったか。おい、上見えたよ、それは。スティーブ一発与えた。ああ、二つ目直った。残り二つ上行って、で、おお、届かない。さあ、スティーブ、まあ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 、もう君地下だ。地下行ったら多分助けに来るはずだから。おい、ただね、まだ二人しか見てなくて、あと二人まだ見てないんだよね、あれから。奥行ったね。なんか声するね。
もうちょい、もうちょい離れた方が良かったんじゃないの？で、地下行くかな、この感じだと。あ、消しは？おお、消し。あ、近い。これはいけるぞ。どっちか、いけるかな。ぐるーっと回って。これ引っかかるよね、こういうところね。声は聞こえない。まあ、蹴っとくか。やたらとなんかね、中心を。直したいような感じがするしね。奥いるかな？いや、いない。こう。ちょこちょこちょこ。やっぱ中心かな？あそこの二つっぽいな。スティーブがね、回復してないんだよね。さて。いないね。どこ直し行ったかな。お？それ、霊障なの。さあ、霊障をうまく使っていきたいが。まあ、でも多分使えないかな。まだ見つけきれてないからね。ちょこちょこ直してはいるね。ああと見えた。さて、この足跡は、上に行ったね。いやー、マジで視界割り。はいはい。やっぱ声がしないからね。やっぱ全明とカルチャーちょっと変わるんだけどね。探し回るの大変やわ。はいはいはい。さあ、そしたらこっからだね。あと一個。ああ、回復したね。見えてるよ。さすがに見えてるよ。ね、板倒したいでしょうね。え？おお？なんで戻ってきた？そのまま板にこだわらずに行けばよかったのにね。さあ、板当て狙いすぎかな。あと2人がね、全く見つかってないんだよな。さあ、終わり。直すならあそこか。中心、ちょっとまず奥行こうか。直してたね。ほんとね、バビチリあるとね、釣った瞬間わかるっちゃわかるんだけど。で、これは意外と、どうした？あと一人がどこかな。まあ、ちょっと釣ってみよう。端っこのここだったら見やすいしね、釣った時ね、助けた時か。お、
ということは、まあケイトさんだったか最後の一人はね、そこは倒すよね。あの味方がね、なんかやけに早く自滅しようとしたからさ、おかしいなーと思って。はい、あれ味方さんが特に延命しててくれてたらそう思わなかったけど、いきなり諦め始めたからね。はい、初釣り、二人とも初釣りだったね。いやー微妙やな。いやーてか二人が隠れるのうまかったか。どうケイトさん、脱出はできなかったね。いやー無事全釣り持っていけたね。ちょっと霊障の地変えるか、なんか微妙になってきたな。はい、ということで今回はここまでとなります。いやーなんとか挽回していったって感じですね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。